はい、皆さんこんにちは。語りルームの語りです。428封鎖された渋谷で続きからやっていきたいと思います。ジャック編がキープアウトしたところでしたよね。で、ここに舘野さんとジャックが追加されたということで。で、みのりかわさんまだいるんだよね。これ続くのかな？ということで、ここかな、ジャックに飛べるんでこれだと思うんですよね。ちょっと行ってみましょうかね。あの状況であのタイミングで自爆する意味が奴にあったというのか。もしかするとジャックはこうなることを予見して交差点に来なかったんだろうか。これ多分いけると思うんですよね。キープアウト外れました。交差点での段取りは着々と整っているようだった。カノーたちの会話を聞くと聞くともなく聞きながらジャックはさらに考えた。今自分はどう行動すればいいのだろうか。やはりどう考えても研究所に行くしかないように思えた。もし仮に本当にアルファルドが交差点に現れたとしても、そしてまたウイルステロを実行したとしても、それはただ渋谷が死の街になるというだけだ。最悪なのはウーアウイルスをすでに手にしているアルファルドが、抗ウイルス剤をこの世から消滅させてしまうことだ。まあ確かにそうですよね。そうなればウーアは完全無欠の兵器として全世界を恐怖させるだろう。一概の武器商人にそんなパワーを持たせるわけにはいかない。というかこれだとアルファルドも死んじゃう可能性ありますよね。たとえこの考えが間違いだったとしても、研究所の守備を固めて奥に越したことはない。頼れるのは、カナンだけだった。研究所に向かっているカナンにうまく真相を伝えることができれば、アルファルドとで、そうやすやすと計画を遂行できなくなるはずだ。せめて自分が到着するまで持ちこたえてくれたらそれでいい。スクランブル交差点にはお前一人で行ってくれ。ジャックは可能に声をかけた。え、なんだよ急に。可能は驚いた顔をしている。理由は聞かないでくれ。とにかく行かねばならないところができた。申し訳なかった。本来なら全てを話したいところだった。しかし、ここでおかしな動きをするとアルファルドに感づかれる危険がある。どこに奴の目が光っているかもわからないのだ。万全を期するためには仲間に対しても隠しておいた方がいい。わかった。早く行ってくれ。あっさりと可能が了承した。すまん。できれば事情を話したいが。いいって。こっちは俺が何とかする。可能は親指を立てて答えた。その姿が悲しい記憶と重なった。ほんの数時間前まで可能の甘さが鼻について仕方がなかった。その理由がわかった。弟であるフランクの姿を可能に重ねていたんだ。あ、同じ格好ですね。容姿はまるで似てないが、任務と市場をごちゃ混ぜにするところはそっくりだった。甘さを否定するつもりはない。結局のところ甘さとは人間臭さなのだ。兄さん、本当に大丈夫なのか？シカゴ大学の門をくぐると、フランクが不安そうな声を上げた。俺はお前の親代わりでもあるんだ。
お前が大学でちゃんと学んでくれればそれでいい。フランクは大学進学に関する学費を心配していた。5年前に両親を亡くしたため、二人の生活は裕福というわけではなかった。でも、ジャックはフランクの両肩を掴んだ。いいか、フランク。お前は俺の大切な弟なんだ。どんな時でも誇りを持って生きてくれ。わかったよ、兄さん。ありがとう。可能、一つ約束してくれ。なんだ。すべてが終わったら、ビールで乾杯しよう。ああ、わかった。本当に約束だぞ。可能は屈託ない笑みを浮かべている。その笑顔はやはりどこかフランクに似ている気がした。なるほど、どっかで直さないと。カノは死んじゃってますからね、現代からではね。こっから立野さんに飛べる。遠藤電気店を出るなり、走りながら立野に電話をした。ジャックだ。どうした。これから言うことは私の推測に過ぎない。だがほぼ間違いないと考えていいだろう。そう前置きしてすぐに本題に入った。アルファルドは研究所に向かっている。奴はそっちを叩くつもりだ。なんだって。盾の向こうに不安の色がにじみ出た。とにかく今すぐ引き返してこい。研究所には私とカナンが向かう。沈黙があった。いいか盾の、お前では奴の相手にならない。引き返すんだ。これ盾野さん引き返さないんじゃないのかな。あとは私が。それはできない。打って変わって落ち着いた口調で盾野が言った。1秒でも早くマリアを連れていくのが俺の仕事だ。アルファルドが来ようが来まいが、それは変わらない。無茶だ。たとえカナンがついていたとしても、お前とマリアを守りながらでは勝ち目はない。俺の命だってマリアの盾になるぐらいなら使える。盾の意志は頑として変わらないようだ。仕方ない。私も研究所に向かっている。絶対に警戒を怠るな。わかった。盾のが立ち向かえる相手ではない。見つかれば一瞬にして殺されてしまうだろう。気休みや激励の言葉など無意味だ。ジャックは最後に盾野に告げた。おお、選択肢だ。もしもの時は迷わずに撃て。迷ったら必ず殺される。私がつくまで持ちこたえろ。気づかれたらお前に勝ち目はない。とにかくマリアを守るんだ。それがお前の役目だ。あー、どれかな。でも盾野さんの意思はこれじゃないですかね。これ言ってみるかな。とにかくマリアを守るんだ。それがお前の役目だ。盾野は無言で電話を切った。路上駐車をしていた車のところまでやってきた。ジャックは車に乗り込むと急いで研究所に向かった。道路の至る所で渋滞が発生していた。渋谷駅付近を中心に混乱は放射状に拡大している。ジャックの苛立ちがピークに達しそうな頃、ようやく大越製薬の研究所前に到着した。すぐに異変に気づいた。異変があるんだ。ああ、燃えてる。窓の一つから煙が夜空に立ち上がっている。明らかに火災と思える大きな黒煙だった。ジャックは車から飛び出し、
銃を構えてドアに近づいた。中に入ろうとして足を止める。その煙の匂いは紛れもなく爆薬のものだった。間に合わなかった。最悪の事態が起こってしまった。マリア、大沢、立野、カナン、おそらく全員死んでしまっただろう。マジかいな。もちろん抗ウイルス剤も残らず焼却されたか持ち去られたに違いない。研究のためのウイルスも爆発で飛散してしまったかもしれない。煙を吸い込んだジャック自身もただでは済まないだろう。最悪の事態だ。完全にしてやられた。ジャックは増援を要請するためゴードンに電話を入れた。もう何もかも手遅れだとは分かっていた。それでもジャックは敗北を認めたくなかった。わあ、バッドエンド。こういうバッドエンドか。完全な敗北。おお、これは立野さんの方から回避するのかな。立野さんはまだあれ、立野さん、あ、キープアウトだよね。こっから立野さんに行けるんで、そっちを進めてみますか。まあ、ここの選択も間違えてる可能性高いですよね。まずちょっと立野さんの方進んでみるかな。これでキープアウトが外れるかな。この裏側ですね、縦の側ではどうなっていたのか。渋谷駅前を通過すると比較的道路が空いてきた。これならすぐ研究所に着きそうだった。これジャックか。立野が電話に出るとジャックからだった。どうした。これから言うことは私の推測に過ぎない。だがほぼ間違いないと考えていいだろう。ジャックがそんな前置きをした。何の話なのかまるで見当がつかない。アルファルドは研究所に向かっている。奴はそっちを叩くつもりだ。なんだって。話が飲み込めなかった。アルファルドが研究所に向かっている。とにかく今すぐ引き返してこい。研究所には私とカナンが向かう。何があったのか。後部座席のカナンが立野の動揺に気づいて聞いてきた。何かあったのかか。その表情は至って冷静沈着だった。何の不安も感じている様子がない。もしかするとカナンはこうなることをすでに予想していたのかもしれない。いいか、立野。お前では奴の相手にならない。引き返すんだ。あとは私が。それはできない。なんとか落ち着きを取り戻してジャックに答えた。一秒でも早く。マリアを連れて行くのが俺の仕事だ。アルファルドが来ようが来まいが、それは変わらない。無茶だ。たとえカナンがついていたとしても、お前とマリアを守りながらでは勝ち目はない。そうかもしれない。きっとそうなのだろう。だからといって、自分の命惜しさに引き返し、マリアの命を危険にさらすことなどできない。カナン。立野は後部座席にいるカナンを呼んだ。なんだ。アルファルドが来ても俺を守る必要はない。マリアだけを守ってやってくれ。わかった。わかったのか。カナンの声を確認してから、立野はジャックにきっぱりと言った。
俺の命だってマリアの盾になるぐらいなら使える。仕方ない。私も研究所に向かっている。絶対に警戒を怠るな。わかった。立野は電話を切った。まあ、ここまではジャックさんの方で起きたこととほぼ一緒ですよね。この後どうなったかだな。ジャックだな。後部座席でカナンが言った。事情はすでに察しているだろう。それでもカナンは表情一つ崩さなかった。ようやくワゴンは大越製薬に到着した。当然ながらまだ火災は起きてませんね。この後どうなったんだろう。見るからに強固なゲートの前で立野は車から降りる。ゲートの脇には警備員室に通じるインターホンがあった。所長から話が通っているはずだ。ここを開けてくれ。立野は大声で訴えた。大沢所長からは何の連絡もありません。警備員は冷たく言い放った。それに申し訳ありませんが、現在研究所は封鎖状態になっています。仮に大沢所長であっても所内に入ることはできません。なんだそりゃ。そんなバカな。立野は言葉を失った。それに猛スピードで一台の車がやってきた。ああ、これは、コロナ？コロナだっけ？昔の。ブレーキの音を響かせて急停車し、大沢健二が車から飛び出してきた。マリア。立野に駆け寄ると、大沢はマリアの顔を覗き込んだ。よかった。まだ発症していない。大沢さん、どうして研究所に入ることができないんですか？入れない？首をかしげた大沢に、立野は状況を説明した。そんなバカな。これ奥さんのせいじゃないんですか？違うのかな？今度は大沢が警備員と話をした。しかし、結果は同じだった。ふざけるな。私はここの所長だぞ。怒りの声を上げたが、警備員は聞く耳を持たない。申し訳ありません。牧野常務からの指示です。なんだか牧野常務。そんな。ここでマリアが死ぬのを待てというのか。こうなったら、無理やりゲートを越えてでも。立野がそう考えた時だった。インターホン越しに警備員室の電話が鳴るのが聞こえた。警備員はこちらのインターホンを切らないまま電話に出た。バカな警備員ですね。一体誰と話しているのだろう。何やら恐縮した声が、わずかにかな。かすかに、わずかに聞こえてくる。警備員の話し声が聞こえなくなると、突然ゲートが開き出した。おお、動画だ。どうして?立野と大沢は顔を見合わせた。牧野常務から大沢さんに伝言です。牧野常務から？大沢は警備員と一言二言会話をした。何があったんです？立野は聞いた。いや、妻がいろいろと手を回してくれたみたいです。なぜだか大沢は複雑そうな笑みを浮かべた。しかし今はそんな笑顔の意味を推察している場合ではない。中のロックも解除されたんですか？その問いに大沢は険しい表情に戻った。いや、最終区のセキュリティまでは手が回せなかったと。そうですか。とにかく中で休ませてあげてください。わかりました。ところでパスワードの解析をするのは私だ。カナンが答えた。あ
あなたがカナンさんですか。それじゃ署内へ。周囲に不審な人物が潜んでいないか確認しながら、立野はカナンと共に署内に足を踏み入れた。エレベーターが地下1階に到着するまで20秒ほどの時間がかかった。保管区域は相当深いところにあるらしい。あれ、ちょっと待って、火災が出てたのは地上階でしたよね。地下から燃えてあそこに炎が出てたのか、地上階だけ火災になってるのか。どういうことでしょう。扉が開くとまっすぐに通路が伸びている。正面に扉があり、その脇には ID チェックのための装置がある。カナンは装置に近づくと、警備室で借りてきたノート PC を床に置いた。大沢健二のパスワードが書かれた小さな紙をモニターの横に貼り付ける。何本かのコードで装置と PC をつなぐ。立野は焦りをぐっと耐えながらカナンの作業を見守った。カナンがゆっくりとキーボードを叩き始める。一つキーを押すたび PC 画面に表示される数値を確認し、何かのタイミングを測っているように見えた。装置が警告音を発した。インコレクトパスワード。装置のディスプレイにはそう表示されている。入力が拒否されてしまったようだ。大丈夫なんだろうか。立野は焦りを感じた。大沢も同様、顔に不安の色をにじませている。それまで無言だったカナンが不意に口を開いた。失敗できるのは何回だ。その問いに大沢が答える。2回だったと思う。あと1回じゃん。3回失敗すると役員全員の承認が降りるまで中には入れなくなる。大沢が言い終わる前にカナンは再びキーボードを叩き始めた。装置がパスワードを処理するとき、誤った入力と正しい入力ではわずかに消費電力が違う。処理に要する時間も微妙に異なる。それを解析し、比較して、独り言のように呟きながら、カナンは解析作業を続けていく。再び警告音が鳴ったって鳴っちゃったじゃない。2回目じゃないの？ 2 回目の失敗。立野の額から汗が一筋流れた。もう一回失敗したらダメなんですね。しかしカナンは眉一つ動かさず余裕の表情を見せている。なるほどな。もう後がないというのにカナンはどこまでも冷静だった。問題ない。こういう機会は初めてじゃないから。ゆっくり一つずつ PC 画面を確認しながらキーを押す。押すたびに画面上の心電図のような波形が微妙に揺らぐ。ノート PC が小さな音を発した。画面に10桁の文字列が表示され、カナンがそれを読み上げた。立野はそれを手帳にメモすると装置に近づき、大沢と田中の2人分のパスワードを打ち込んだ。開いたのか。扉が開いた。ふうとカナンが息を吐いた。大沢がマリアを担いで保管区域に入っていく。立野はほっとして2人を見送った。カナンは事務的に PC を片付けている。どう思う？立野がカナンに聞いた。何が？依然険しい目つきのままでカナンが聞き返す。アルファルドだ。なぜ奴は現れない？
ジャックの言葉が正しいならアルファルドはここにやってくるはずだ。何の邪魔も入らずに署内に入れたことがあまりにも不可解で不気味だった。まだ終わっていない。奴を仕留めるまでは油断するな。そうだな。カナンが拳銃を取り出した。お前はあの二人を守れ。私は表に回る。それだけ言ってカナンはエレベーターに乗り込んだ。通路に一人残されると気味が悪いほどの静粛に包まれた。ホルスターから拳銃を抜き、マリアたちのいる保管区域へ足を向ける。杖と靴底がやけに大きな音を響かせた。通路をさらに進むとまたドアがあった。立てのはここにとどまり、中の二人を守ることにした。通路は一本道だ。来るとしたら、どうしたってここを通るしかない。ドアを背中に預けて、ふーっと息を吐く。少し疲れた。今日一日で多くのことがありすぎた。心の奥底に沈めていた辛い記憶の数々を思い出しすぎた。気がつけば取り返しのつかないことだらけの人生。来るなら来い。立野は誰もいない通路の先へ向けて銃を構えた。今はただマリアの命を救う、それだけを生きる目的にした。その時、凄まじい爆音とともにドアが吹き飛んだ。立野には疑問を感じる時間も悔やむ時間も与えられなかった。アバットエンド？不測の事態。なんとバッドエンド。どっからどう回避するんだ。立野への警告かな。これで変わりますかね。おお、まあちょっと考えます、どうするか。とりあえず今回はこの辺でね、終わりにしようと思うんですけど、アルファルドが来ない、扉が爆発したっていうのは立野さんが背にしてた扉のことですよね、きっとね。バッドエンドってことは立野さん死んじゃったってことだと思うんで、そうすると中で何かあったってことなのかな。ちょっとよくわからないな。こっからどう立て直していいのかがよくわかりませんが、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。場合によってはちょっとウィキをね見てこようかなと思うんですけど、まあこの辺見ないでなんとかやっていきたいかな。はい、ということで最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。